めっちゃ大きいよね、この飛行機。2階建てだもん。すごっ。メキシコ着きました。なんか空港から降りた瞬間爆音でなんかすごいなってた。みんなすごいノリノリです。みんなテキーラ飲んでんのかな。天気いい。乾杯。3000円のお酒頼んでました、彼さん。すげえ。テキーラだって。うまい、うまい。チェース。この下はビキニを着てるんですけど、このシャツもパンツもこの下のこのビキニも全部シーンです。めちゃくちゃいい感じ。もうパパッとプール行くとか海行くとか濡れる格好はシーンでいいかなと思って、夏はシーンのお洋服多めで旅行に行ってます。はい、ちょっと時差ボケがやばいので一旦休憩します。今からご飯食べに行きます。映っちゃってるよ。すごいホテルなんだよね。サボテンがいっぱいあって可愛いね。ホテルのレストランに来ました。バーとかあるで、即食う。逆光で見える。逆光だけ食べたいと思います。昨日のあのイタリアンレストランのボーイの話したら大丈夫、めっちゃおもろかったから。テキーラフローズンマンゴー。あ、そう。いや、人より虫が多い。食べます。めっちゃ美味しい。かなちゃん、これ最高。一番うまいですよ。うん、これに白ご飯いける。これ、うん、美味しい。ご飯ある。有名なとこ来ました。お家がかわいい。かわいい。すごい。かわいい。サボテンいっぱい。
ルナめっちゃここ円になるよ。マジ？ここでちょっと写真撮ろうか。サンセットモナリザっていうレストランに来ました。おはようございます。メキシコ何日目？3日目。今から朝ごはん行きます。なんかね、時差ボケでいつも早く起きちゃう。行ってまいります。服着てないみたいに見えます。今日の服はね、マルジェラのデニムにふわふわトップスです。行ってきます。おいしそう。お魚のやつね、うん、好きなやつ。パンケーキもおいしそう。最高な景色です。天気もいいし、おいしかったね、うん、だけど高かったね。高すぎ。朝ごはん、まあ、俺のちゃん取ってんねん。いや、いいのよパパ。朝ごはん高かったですね。いや、喋んないの。喋りかけたら喋んない。今から買い物します。最高。周りがいろいろもうあるんだって。かわいい。何屋さん？あ、アイスクリーム屋さん。おいしそう。なんかかわいい。アイスクリームだって。かわいいね、この店。イエーイ、ショッピングです。ピースして。イエーイイエーイ。すごーい。いいね、景色がいい。景色がなんかすごい。こういう帽子とかね。いっぱいいい感じのお店あります。この中かな。そう、この中、この中。いいのあるやん。え、なんかありそう、ありそう。かわいい T シャツありそうです。こういうさ、なんか帽子がさ、イメージなんだけど。メキシコのね。メキシコ。あ、ショットグラスとかいいね。確かに。見て、カボさん、ルーカス。いや、でもこのショットで飲むには多すぎる、やばい。こっちでかいね、ショットグラス。え、でかすぎる。ちっちゃいショットグラス全然ない。なんかみんなでお揃いのピーサス買いたいね。めっちゃ可愛いわ。最高。暑い、でもめっちゃね、日焼けしてる感じする。闇市に来ました。闇市じゃないよね。めっちゃ可愛いブーツのショット。え、てかさ、これさ、俺も白買おうかな。テキーラ T シャツ買います。ジョークや、ジョーク。プール行きます。わー、最高。はい、乾杯。乾杯。マンゴー買ったんだけど、なんか調味料みたいなかけてくれる。すごい。おいしそう。今から空港向かいたいと思います。今日から LA。 Good morning。 すごすぎない？テキーラのウルトラサイズって。これもテキーラなんだって。かわいい。今から LA に移動します。
メキシコのさ、空港なんだけど見て、テキーラバー1800。すごくない？え、テキーラしか売ってないみたいな。誰もテキーラ飲んでない。空港でご飯食べてんだけど、このパンダエクスプレスうますぎ、やばい、最高だね。